俺のライディングフォームってかっこ悪い？こんにちは、キコです。今日は私の愛車シビコちゃんがなんか私に話があるそうなのでちょっと聞いてみます。おい、キコ、お前この前サーキット行ったよな。おう、行ったよ。サーキット走ってどないやって、なんか気づいたことあるやろ。ある、気づいたことある、いっぱい気づいた。そうか、気づきは大事や。特に私がお前に一番気づいてほしいのはこれや。わかるか、フォームや。なんかカッコ悪いんや。私恥ずかしかったわ。確かになんかかっこ悪いって俺も思ってた。鈴鹿ツインサーキットの壮行会でラパラっていうのがあるんですけど、その壮行会はカメラマンの人たちがいっぱい来てて写真を撮ってくれるんですね。それがすごく参考になります。自分のフォームがチェックできるので、そのフォームを見て私もちょっと変だなっていうのはうすうす感づいてたんですが、シビコちゃんからも指摘されてしまいましたね。ということでフォーム改善プロジェクト立ち上げようと思います。やっぱりかっこいいライディングフォーム憧れますね。マルケスとかロッシみたいな、ああいうかっこいいフォーム、より安全で速くサーキット走れるフォームっていうのを体得したいと思い、プロジェクトっていうとなんか大げさですけど、まあ、練習をしたいなと思って、今日はちょっと峠の方でですね、まず体重移動の練習をしたいと思います。ちゃんとコーナーリングでお尻をずらす、この練習ですね。なのでちょっとカメラを後ろにセッティングしてきちんと体重移動ができてるかどうかっていうのを検証したいと思います。はい、カメラを後ろにセッティングしてみました。ちゃんと体重移動できてますでしょうかね。お尻をずらして姿勢を低く、そしてあとはステップワークですね。つま先でステップを踏みつける感じ。まだ上半身に力が入ってる。もっと下半身でバイクをホールドしなか。この前サーキット走ってた時にブーツのつま先を擦っちゃうんですよね、時々。そしてやっぱり上手い人の動画とか、まあ、写真とか見てるとつま先をステップに置いてる感じだったので、私今までずっとこう土踏まずでステップを踏んでました。そのあたりもちょっと改善していこうかと思って、今日のポイントはお尻をずらすこととつま先でステップを踏む、この2点ですね。つま先でステップを踏む癖をつけよう。シフトを変えたらすぐにつま先行きました。
左コーナー、ちょっと速度が足りませんね。右コーナー、上半身の力は抜いて下半身でホールド。左コーナー失敗やないかな。はい、来ました。右コーナー、お尻をずらして一回右コーナー、次は左コーナと。まあこんなところで今日は勘弁しといたろう。まだまだ修行の日々は続く。今度8月末に富士スピードウェイ走る予定がありまして、それも壮行会みたいな感じなんですけど、楽しみです。それまでにもうちょっとステップワークと体重移動しっかりとできるようにしておきたいですね。富士スピードウェイの時もきっちりと課題を持って挑みたいなと思います。ただ単に走るだけじゃもったいないですもんね。今日やった体重移動とステップワーク、それをうまくできるようになれば膝すりも夢じゃないかなと思います。今度の富士スピードウェイの目標は膝すり。それでは今日の動画はこの辺で締めたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。いろんなとこ行けるからいいですね。